はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回も、ビールですね。生ビール。サントリーの、クラフトセレクトシリーズ、インペリアルスタウト。アルコール度数 6%、また 6% か。多いな。天然水 100% 仕込み。原材料がバクガートホップ。深い麦のコクとフルーティーな香りの複雑な余韻。旨味、香り、苦味、ボディが、旨味が5つ星、香りが4つ星、苦味が3つ星、ボディが5つ星。と書いてあります。うん。これ出て結構経ってるんだよな。もう新しいクラフトセレクトシリーズがもう発売してしまうので、さっさと飲んどかねと。うん。黒ビールかな?いわゆる。乾杯。なんだろう、黒ビールなんだけど、香りほとんどねえな、香りほとんどねえな、苦味もないですね。苦味もない、香りもない。喉越しもまろやかで、まろやかで、喉越しもない。なんかこう、トゲトゲがない。わりかしまろやかな味の黒ビールですね。うん、非常に口当たりがまろやか。ということぐらいか。香りもないし、なんかあんまりよろしくもないですね。黒ビールって言うと、もうちょっと香ばしい感じなんですが、大した、ない。今回飲んだインペリアルスタウトが、麦の香りが強くて、濃厚って書いてあるんですけど、全然麦の香りも強くないし、別に濃厚ってほど濃厚でもないんです。けど、これは一体どうなっているのか。大したもんでないですね。12月の15日発売の、アンバーエールかな?あ、アンバーエールと IPA っていう、インディアペールエールっていう2種類が発売するみたいです。まあ、それに期待しましょうか。でもこれなんか、なんかボディっていうか重さはあるね。なんか、質量があるわ。なんか、質量があるっていうか、なんていうの?ちょっと重たい?
ブラックモルト、過去、黒麦芽、一部使用。麦芽を焙煎することでできるブラックモルト。ブラックモルトとカラメルモルトのバランスを最適化することで、チョコレートを思わせる甘く香ばしい深い麦のコクを実現。で、上面発酵酵母を使用して醸造と。あと、カスケードホップを使用。北米産のカスケードホップを使用することで、柑橘系の爽やかな香りと余韻を実現。別に柑橘系の香りはしないですけどね。いや、多少するか。でも、基本的にマイルドですね。黒ビールは特にマイルド。まあ普通にか、普通でも大体マイルドなんだけど。これはなんか、そもそも炭酸が弱いんで、炭酸が非常に弱いんで余計にマイルドさが引き立つね。インペリアルスタウトとは、焙煎された麦芽を使い、上面発酵酵母で醸造された黒色に近いビール。スタウトのさらにボディ感を高めたもの。あ、そうなんだ。へぇー。あ、スタウトよか、ボディ感、高いものなんだ。へぇー。一説にはインペリアルスタウトは、18世紀にロシアの女帝が、ひいきにしていたビールとして広まった。とあります。あ、ボディ感っていうのがいまいちわからないけど。ボディ感とか言われてもよくわかんねえよな。正直。まあ、まあ、まずくはないけど、なんか、簡単に言っちゃうと、黒ビール、そこら辺で売ってる黒ビールを、こう炭酸をくしゃかしかやって抜いたような感じの味ですね。ほとんど。ほとんどそんな感じですかね。香りも強くないし、苦味もないし、香ばしさもないし、大したもんじゃねえな。コク、コク、甘み。香りもねえしな、まあ。三つ星ぐらいでいいだろ、これ。ちょっと甘いかな。3433です。ご視聴ありがとうございました。